そうですね、まあ、僕たちも あまりよく知らないんですけど、6世紀ぐらい、今からもう本当に、千何百年も昔に、日本に仏教が伝わった時に、日本に太鼓が伝わったと言われています。まあ、それ以前にも日本独自の、なんていうか土器を使った太鼓なんかは日本にもあったと聞いています。そうですね、大学で、グラフィックアートを勉強したんですけれども、やっぱり舞台を作る上で、まあ、大和の場合は、和太鼓の音とか、まあ、リズムとかだけじゃなくて、そのショー全体のその見た目というのか風景みたいなものがとても大事なので、まあ、そういう意味では視覚的な、ことについて勉強したのはとても役立っていると思います。そうですね、一番最初に僕が太鼓を始めたのは本当に偶然で、和太鼓をやるつもりも全然なかったところに、うちの母親が神社に眠っている太鼓を見つけてきたところから始まったんですけど、ですのでその太鼓があっただけで曲も何も、衣装もなかったような状態 で、まあ、それでも最初に1曲、作って、やったところからスタートして、最初は本当にその、和太鼓の魅力も、何も分かってなかったと思うんですけど、その曲を演奏してお客さんがくれるその反応というかリアクション、太鼓を通してその観客と会話を交わしていくということを経験してきて、23年の間に、たくさんのその、アイデアとか、まあ、例えば赤ちゃんが生まれて、言葉を覚えていくみたいに僕たちは和太鼓で、人とコミュニケーションする方法を学んでいったような気がします。そういう意味でとてもこう23年の間にいろんな成長させてもらって音楽は変わってきたと思います。そうですね、まず曲を、作る前に僕たちは2年に1回新しいプログラムを作ってるんですけど、そのプログラム全体のタイトルをまず探します。自分が何かこう感じるものとか少し言いたいこととかを含めたそのタイトル、まあ、今回ですと、まあ、爆音という言葉がまずタイトルなんですけど、そのタイトルからその、引き出されてくるような、それ以外の言葉を探して、それがその曲のタイトルになっていきます。例えば、今回の爆音の1曲目は羽ばたきという曲なんですけど、その羽ばたきという言葉から、自分がこうイメージするその心臓の音であったり、まあ、羽ばたくということで感じる音、それからその、飛んでいくというイメージ、例えばじゃあその先にこう空があったり未来があったりみたいなことをイメージできるようなリズムを、探し出す、そういうふうに作っていって、で、まあ、結局楽譜に書くんですけど、その楽譜が出来上がったところで、メンバーにそれを渡して、で全員で演奏して、そこから初めてその曲作りが始まる感じがします。楽譜はあくまでも設計図で、大和の場合はそれを演奏者、大和の演奏者が、まあ、演奏していくことで、作品に仕上がっていくという感じがします。あ、そうですね、そうしてまあ作品、まあ、一曲一曲出来上がってきて、でそれをその例えば爆音というタイトルの中で、構成して、こうメンバーがその舞台上でその爆音を演じるというのか、爆音ということをその各曲のタイトル、一音一音の、まあ、ビートみたいなもので、その舞台を彩っていく、まあ、そういう作業が、一曲一曲の作曲の後にあります。で舞台がそれで物語が、まあ、僕らの大和の場合はなんか和太鼓の音を聞くとかリズムを聞くとかっていうことよりは、
やっぱりこう人の営みをその太鼓の音で、感じられるような物語のある、舞台を作ることが、まあ、テーマであるので、その曲を、並べていく、一つ一つの音を並べて物語を作っていくということが、まあ、舞台上で僕らが次にやる作業、それに、サウンドシステムとか、まあ、あと、ライティングとかそういうものも、今までの和太鼓にはないようなもっとこうシアトリカルな、テクニックをたくさん取り入れて、よりその効果を感じていただけるように作っていきます。まあ、その辺で多分そのビジュアル的な、今までの、まあ、経験というのか、それがとてもこう影響あるかなと思います。とにかく大和のパワーとかエネルギーを感じてもらいたいと思います。多分あの和太鼓の音の大きさとか皆さんね想像つくと思うんですけど、大和は多分マッチモアパワフルな感じなので、それを期待してもらいたいと思います。まず一つかな。そうですね、何やろう、3つ、まあ僕らは和太鼓以外のものを全部自分たちで作るんです。まあ、曲もそうですし、まあ、照明のデザインとか音響のデザインとか、衣装とかそういうものは、こういろんなところからインスピレーションを、まあ、受けてやってるんですけど、僕たちが作る、まあ、新しいこう日本の和太鼓パフォーマンス、たくさん和太鼓やってる人いてるし、たくさん和太鼓のことっていうのはもう情報は溢れてると思うんですけど、全く新しい和太鼓の形を見てもらいたいと思います。はい、そうですね。だからまあ僕らのエネルギーを見てもらいたい、まあ、感じてもらいたいっていうのと、まあ、新しい太鼓の、世界を見てもらいたいということと、やっぱり一番大事なのは、来てくれた人が僕らからエネルギーを感じてもらえたら、あの僕らが次の街へ行くためのエネルギーをあのしっかり僕らに届けてもらいたいので、はい、しっかりご飯を食べてから見に来てもらいたいと思います。はいはい、僕らに一番大事なことは多分それだと思います。僕らも一生懸命エネルギーを出すので、でもお客さんからエネルギーを回収しないとできないので、その覚悟を持って、はい、体鍛えてきてほしい。いや、もう全然ミュージシャンじゃないと思います。はい、もうアスリートだと思いますね。はい、なんか、マラソンランナーでありたいし、なんかボクサーでありたいしみたいな感じはしますね。はい、もうなかなかね、その一等賞とかっていうその順位が決めれないのが和太鼓はね、あのなんか難しいところで、だから果てしないその挑戦を続けないといけないので。そこがなかなか苦しいですけど、そこがまた見どころで、それはまあ皆さんの人生と同じで、行き着く先はどこか分からへんけど今日も頑張るということをまあ僕らは表現してて、それをこう共有し合えたらいいと思ってます。まあアスリートというか一人の人間としてエネルギッシュに生きていきたいと思ってます。